生まれたよ生まれたよ野上の生食パン、優しくて柔らかな野上の生食パン、子供たちも大好き。できるらしいですよ。生食パン発祥のお店野上。4月10日放送分、坂上裕二のエンモーニング、今日のゲストは関西で活動するユニークなシンガー上カノンさんです。どうもいらっしゃいませ。はい、上カノンです。よろしくお願いします。いいね、朝からね。上カノンさんね。はい、もう一回言ってみて名前。上カノンさんです。で、あのカノンさんみたいにちょっとアイドルにもなりたいね、はい。そうですね。ちょっとカノンさん教えてあげて、どういう風な挨拶がいいの？あの、キャッチフレーズはあった方がいいですよね。キャッチはね。はい。例えば、こう、みんなをメロメロにします。愛しのエリーです。うわそれ、いただいちゃいますか？はい。じゃあ、それをぜひ、じゃあ。はい。みんなをメロメロにします。愛しのエリーです。よろしくお願いします。社長、こんな笑い、かわいいって。あの採点いただけますか？何点ですか？あ、そうですね、うん、あでもちょっとあの心のこもってないところがあったんで、うん、あ、まあでも45点ぐらいですね。45点さすが45点ですね。よろしくお願いします。いやー、もう本当にね、まあ今日はね、はい、こんな話題で盛り上がりたいと思うんですけども、はい、上カノンさんね、はい、まあちょっとこういろいろ僕も探っていきたいなと思ってますんで、はい、今日は番組お付き合いくださいね。よろしくお願いします。皆さんどうも聞いてください。よろしくお願いします。